東海道新幹線の開業前、東西の大動脈である東海道本線は、高度経済成長下で線路容量が逼迫しており、抜本的な輸送力増強を迫られていました。これに対し、日本国有鉄道は、そごう新次国鉄総裁、島秀夫技師長が中心となり、高速運転が可能な標準軌新線を建設することを決定。そして、1959年4月20日、新丹那トンネルの熱海側で起工式を行って着工され、東京オリンピック開会直前の1964年10月1日に東海道新幹線が開業しました。東海道新幹線は、世界で初めて時速200キロ超えで営業運転を果たした高速鉄道であり、1日あたりの列車本数365本、年間輸送人員1億6000万人、年間収入約1兆2000億円と、世界有数の輸送サービスを提供しています。開業時、東海道新幹線に導入されたのは、ゼロ系新幹線。世界で初めて、時速200キロ超えで営業運転を果たした鉄道車両であり、1986年までは、時速210キロ、1986年以降は、時速220キロで運転され、合計で224編成、3216両が製造されました。しかし、東海道新幹線が開業してから、長らくゼロ系のみで運行され、利用客からは、革新的な技術を、全く導入しない、または目新しさが感じない、いわゆる陳腐化と呼ばれる現象が起きていました。そこで、国鉄は、東海道新幹線が開業してから、約20年が経過した、1985年、初のフルモデルチェンジ車両、100系新幹線を導入します。お客様を第一に、乗務員は、二の次をコンセプトとし、2階建て車両や車内シートの改善など、ゼロ系と比較し、車内サービスが大幅に向上しているのが特徴です。しかしながら、最高速度は時速220キロとされ、大きな所要時間短縮にはつながりませんでした。実は、1985年4月から9月において、100系を用いて速度向上試験が実施され、小郡新下関間で、時速260キロを記録しました。にもかかわらず、100系新幹線が時速250キロを超えて営業運転ができなかったのは、車体重量と騒音にあります。国鉄時代に製造された16両編成のゼロ系新幹線の編成重量は約970トン。また、16両編成の100系新幹線の編成重量は約830トンであり、この重さを時速250キロ超えで運転させた場合、環境省が定める騒音基準を超過する騒音を発生させてしまうため、ゼロ系や100系において大幅な速度向上を達成させることはできませんでした。国鉄内部では、世界に遅れをとっていた新幹線の速度を向上すべく、新型の新幹線車両を導入すべきとの声が多数ありましたが、国鉄は東海道新幹線開業以降、赤字を拡大させていました。国鉄の最終的な累積債務は37兆円以上にも上り、事実上の破綻に追い込まれていたのです。そんな国鉄は、1987年4月1日に分割民営化が行われ、東海道新幹線は JR 東海に引き継がれます。しかしながら、JR になった後も、しばらく東海道、山陽新幹線で製造されていたのは、国鉄時代に開発された100系新幹線でした。こうした中、JR 東海は、国鉄時代から続いていた車両開発を一から見直し、国鉄から検討されていた東京新大阪間を2時間30分で結ぶ新型車両の開発を始めます。こうして誕生したのが、元祖のぞみ号300系新幹線です。1992年3月14日に営業運転を開始し、東海道新幹線において、長らく大きな壁だった東京新大阪間を2時間30分で結ぶことができ、最高速度は時速270キロで運転されました。それまでの最高時速220キロから50キロも速度を向上させた300系新幹線は、発展が止まっていた新幹線を新しい次元に突入させた車両でした。しかし、徹底的な軽量化、ハイパワー化を行ってきたからこそ、様々な部分で弊害が発生し、早めの引退を迫られた新幹線車両でもあります。今回は、日本の新幹線の歴史を変えた
元祖のぞみ号300系新幹線をご紹介いたします。戦術の通り、1987年4月1日、国鉄は分割民営化され、東海道新幹線は JR 東海に引き継がれます。JR 東海に引き継がれた後も、東海道新幹線で活躍していた車両は、国鉄時代に開発された0系や100系であり、利用客にとっては大きな変化はありませんでした。しかし、東京大阪間のライバルとしては航空機が挙げられ、時速220キロで走行し、同区間を3時間程度で結ぶ新幹線は、残念ながら航空機に太刀打ちはできていませんでした。そこで、JR 東海内部では、新幹線速度向上プロジェクト委員会が設置され、1988年1月28日に1回目の講義が行われました。ここで議論されたのは、国鉄時代に構想されていたスーパー光計画を継承すべきか、新規に一から見直すべきか、意見が分かれていました。スーパー光計画とは、日本国有鉄道が、100系の最高時速220キロから、さらにスピードアップを図り、時速270キロでの運転が可能な車両を開発し、東海道、山陽新幹線だけではなく、東北、上越新幹線、北陸新幹線の一部に乗り入れる予定でした。しかし、国鉄の経営状況が悪化したことから、この計画は一旦白紙になり、その後、JR 東海がスーパー光計画を引き継いでいました。実際に、1987年6月に、日本車両豊川工場で、スーパー光号のモックアップが製造され、東京駅アイス口コンコースにて展示も行われていました。この車両の特徴は、幅3000ミリ、高さ3630ミリと、在来線並みの断面積に縮小されていること。そして、スーパーハイデッカーの仕様で、全面展望席も設置される予定でした。しかしながら、車体構造自体は、100系新幹線と大きく変わらないものの、時速270キロ運転を実現するために必要な車体強度を確保するべく、補強材を多く必要としたことから、車体重量が大幅に増加。また、一つの台車が抱える重量、すなわち軸重は 13.75 トンとなり、100系新幹線の高速試験で算出された、時速270キロ運転で要求される軸重 11.3 トンに全く届いていないことが分かったのです。こうした背景から、JR 東海は、国鉄時代から続く新幹線車両の開発を一から見直し、既存の概念にとらわれない車両開発が必要であると判断するのです。営業最高時速270キロを達成するには、これまでの新幹線車両からさらなる軽量化、編成出力の増強、地上施設の改良が必要でした。まず、JR 東海は、新型車両を開発するにあたり、時速270キロ走行時でも、0系の時速220キロ走行時と同程度の騒音に抑えるには、どこまで軽量化すればよいか、検討を行いました。そこで、0系の車両から、電動機や抵抗機などの走行機器を取り外し、軽量化を行った特殊車両を編成中央に組み込んだ試験走行が、浜松名古屋間において、1988年5月に実施されました。なお、この時に用いられた0系中間車の車重は、約64トンから約44トンに軽量化されており、一つの台車が抱える重量は、約11トンまで下げられていました。当然、0系の最高速度は、時速220キロであるため、試験走行によって得られたデータをもとに、時速270キロでは、どのような値になるかをシミュレーションにて計算した結果、一つの台車が抱える重量、すなわち、軸重を 11.3 トン以下、1両の重量を約45トン以下に抑えることができれば、0系、100系と同程度の振動値、騒音に抑えることができると判明したのです。また、軽量化を行いつつも、加速性能、最高速度領域での安定性を確保するため、100系よりも 30% ほどパワーが増強する必要があると算出。これらの計算結果をもとに、1990年3月8日、東海道新幹線初の時速270キロ運転を可能とすべく開発されたのが、300系新幹線先行試作車 J0 編成です。
それまでの国鉄型新幹線車両の考え方である、頑丈で重たいボディを大きなモーターで動かすのではなく、徹底的な軽量化と新型の大出力モーターによりパワーウェイトレシオ、動力性能が大幅に向上しています。まず軽量化の観点から、東海道山陽新幹線用車両で初のアルミニウム合金を使用したシングルスキン構造の鋼体を採用。客室内の床にはアルミニウムパネル、周辺圧器付近の床下には合成パネルを貼り付けることにより軽量化と客室内の静寂性を確保。これらにより営業用新幹線として初めてのアルミニウム製車体が採用された東北上越新幹線向けの200系新幹線の 8.5 トンと比べて 2.5 トンの軽量化、すなわち車体単体質量を 6.0 トンにまで引き下げることに成功しています。また100系新幹線の高速試験において課題を残していた騒音を抑制するため様々な工夫がされています。新幹線の騒音源は車輪とレールの接地面から発する走行音、空気の流れによって発する空力音、パンタグラフ周辺から発する音、モーターなどの床下機器から発する機械音などに分けられます。まず300系では空気抵抗低減のために車体断面を縮小し、空気が流れやすくなるよう車体表面の凹凸をなるべく設けないよう設計されています。時速200キロを超えて走行する新幹線車両は車体表面に凹凸を設けてしまうと、その分空気の流れが悪くなり空気抵抗が増加します。空気抵抗が増加すると空力音が発生し騒音の原因となります。また進もうとしている方向とは逆側に力が働き、余計な力を必要とするため効率も悪くなってしまいます。量産先行車ではドアを閉めた際に車体との段差がほとんどないプラグドアを採用し、徹底して車体表面上にある凹凸を低減しています。さらに車高を100系より約40センチほど低くし、それまで天井にあった空調装置を床下に移動し低重心化を実現しています。そして何よりこれまでの新幹線車両と決定的に違う点が制御方式です。それまでの新幹線車両は架線に流れる単相交流2万5000ボルトを変圧器によって高圧し、ダップによって電圧を調整。調整された電気を整流器によって直流に変換させ、直流モーターを動かすのが基本的な考え方でした。300系ではこれらの考え方を一新し、 3VF インバータによる制御でカゴ型3層誘導電動機を搭載しています。まず架線に流れる単相交流2万5000ボルトを変圧器によって高圧し、主変換装置で単相交流から直流に変換します。その直流電気を 3VF インバータにより3層交流に変換した上で電圧と周波数を制御し、3層誘導電動機を動かしています。ところでなぜ架線に流れる単相交流をそのまま使用し単相交流モーターで動かさず、わざわざ3層交流に変換し3層交流モーターで動かしているのでしょうか。様々な理由がありますが、決定的な理由として単相モーターはパワーが足りないことと始動時に回転できないことが挙げられます。単相モーターは構造上単相交流を流しても振動しているだけで回転は始まりません。回転を始めるには何かしらの力を加えるしかなく、始動時に別の動力源が必要となります。また3層交流モーターと比較して回転にムラがありパワーも出ないことから、単相モーターではなく3層モーターが用いられるため3層交流に変換する必要があるのです。300系では 3VF インバータ制御3層誘導電動機を採用することにより大きなパワー、滑らかな制御が可能となったのです。インバータ装置に用いられる素子には GTO 素子を使用。電動機の連続定格出力は 300kW であり、交流モーターの採用により100系の直流モーターと比較してパワーは約 30% アップしながらも重量は約半分となっています。電動車両1両あたり4機搭載し、16両編成のうち電動車は10両であるため編成出力は 12000kW となり、馬力に換算すると 16315 馬力にも及びます。電動車には 3VF インバータ制御を利用した回生ブレーキも新幹線車両としては初めて装備。
モーターを搭載しない付随車においては、回生ブレーキを装備できないため、渦電流ブレーキを装備しています。台車は、鉄道総合技術研究所が開発した9023EF 型台車をベースとした、新幹線車両で初採用となる軽量ボルスタレス台車であり、軽量で曲線通過性に優れる特徴を持ちます。これらの台車の重量は約 6.7 トンであり、100系に搭載された台車の重量約 9.8 トンから大幅な軽量化に成功しています。しかし、軽量ボルスタレス台車は、蛇行動と呼ばれる4方向への振動が起こりやすいことから、溶岩波が台車枠と車体の間に設けられているほか、左右振動を抑える弾波も搭載されています。また、軽量化が進められたのは、車体や台車だけではなく、客室内にまで及んでいます。スーパー光計画や100系時代に採用された2階建てグリーン車は、平屋車両との凹凸を作ることから、空気抵抗の増加、車体重量が増加することから、300系では、全車両が平屋席となっています。また、軽量化の観点から、座席のシートを、金属バネによる支持方式から、軽いウレタンのみに変更。これにより、客室内に設置される普通席1席あたりの重量を、客系の 29kg から 12kg に軽量化がされています。こうして製造された300系新幹線の量産先行試作車 J0 編成ですが、営業運転に入る前に高速度試験が行われています。1990年に実施された試験では、時速303キロを記録。さらに、翌年1991年2月28日未明には、時速 325.7キロを記録し、東海道・東北新幹線直通車両として製造された961型が記録した、国内最高速度記録を12年ぶりに更新するのです。このような高速度試験を行い、時速270キロ走行でも問題ないことが確認できたことから、1992年3月14日より営業運転を開始します。新しい最速達列車、のぞみ号として、営業最高時速270キロ運転を行い、東京新大阪間を2時間30分で結ぶことに成功したのです。しかし、思いもよらぬ問題も発生していました。それは、軽量化による乗り心地の悪化と車輪の空転です。戦術の通り、300系は、高速運転を可能とするため、客室内のシートを含む徹底した軽量化が行われました。軽量化を行うと、車体を動かすためのパワーが小さくて済むほか、騒音発生を防止することにもつながります。しかし、軽量化を行うことは、必ずしもいいこととは限りません。軽量化を行うデメリットとして、走行安定性が悪くなることが挙げられます。国鉄型新幹線は、外部からの力、すなわち、自然現象である、風、対向列車の風圧、トンネル進入時のトンネル微気圧波などが車両にかかっても、車両が重たく、かつ最高速度も時速220キロ程度であったことから、車両が大きく揺れることはありません。しかし、車体が軽く、時速270キロで運転する300系は、外部から力が加わると、簡単に車体が動揺します。さらに、300系の普通車に設置されたシートは、極限にまで軽量化を行うため、軽いウレタンを多く使用していることから、座席の安定性も非常に悪かったのです。さらに、乗り心地を悪化させていたのは、空転問題です。これだけを聞くと、車体が軽くなったので、レールに押し付ける力が弱くなったことから空転すると、イメージする方も多いと思いますが、それは大きな間違いです。事実、現在使用されている N700 系新幹線の車体重量も約45トンであり、300系新幹線とほとんど変わりません。では、何が原因だったのでしょうか。300系の車体下部をご覧ください。現在使用されている新幹線車両と決定的に違う部分にお気づきでしょうか。そう、車体下部に搭載された機器が剥き出し状態になっているのです。つまり、車体下部に空気が流れやすくなっているのです。これが低速走行ならば問題ないのですが、時速270キロ走行にもなると、車体下部に流れる空気の量、すなわち流量と空気が流れる速度、すなわち流速が増えるため、これが両側から流れると、車体全体を上に持ち上げる力が働きます。
車体を持ち上げる力が働くと、乗り心地悪化を招いたり、車輪とレールの間にかかる粘着力が下がり、車輪が空転するのです。そのため、山脈系に乗車する運転士や乗客は、車体が浮く感覚を感じたり、乗り物酔いが頻繁に発生していたのです。これらを防止するため、現在使用されている N700 系新幹線や E5 系新幹線においては、車体下部の側面にスカートを取り付け、車体下部に流れる空気の量を抑えているのです。列車が高速走行する上で、騒音基準が設けられている以上、車体の軽量化は避けれません。300系では、乗り心地の悪化と空転が問題視されていましたが、根本的な原因は、車体の軽量化ではなく、居住性を損なってまで車重を減らしたことと、側面にスカートを設置しなかったことにあります。事実、JR 東海は、300系での問題を大いに反省し、以降に開発された車両においては、居住性重視の車両開発、側面に、スカートの設置、営業前に、40万キロ以上の耐久走行の実施を行っています。しかしながら、これらの課題は、300系新幹線が誕生しなければ発見できませんでした。間違いなく、現在の新幹線車両の元となった車両といえます。そんな300系新幹線は、500系、700系、N700 系などの数々の新型車両の波に押され、2012年3月16日、のぞみ329号、のぞみ609号の運転により、東海道、山陽新幹線から引退。0系、100系、500系においては、単編成化されて、山陽新幹線内の小玉号に転用されていましたが、300系においては、転用された車両が1両もなく、全車両が東海道、山陽新幹線から同時に撤退。東海道、山陽新幹線においても、これだけ早く引退した形式は存在していませんが、日本の新幹線を新しい次元に突入させた300系は、リニア鉄道間にて、量産先行試作車である J1 編成が生体保存されています。